皆さんこんにちは、アメスマチャンネルのチロです。今日はね、東京駅に来てます。アメスマのね、メルマガプレゼントの企画で、日本のお土産を買って帰るということで、いくつかね、ちょっと商品選んだものがありますんで、ちょっと今から東京駅と、あとまあ銀座かな、その商品を買っていく様子をお届けしたいなと思いますんで、ではね、早速行ってみましょう。レッツゴー。まずね、最初、白雪布巾っていうのを買おうと思ってるんですけど、白雪布巾ってなんか奈良の名物なのかな。あのツイッターでとある方がね、白雪布巾っていうのがいいんじゃないでしょうかという情報をちょっといただいたんで、それをまずゲットしたいと思います。ということで、白雪布巾無事ゲットできました。続いてね、茅野屋出汁を目指して次のお店に向かいたいと思います。はい、ということでね、これ言えるかな、茅野屋だしゲットしてきました。はぁ、あ、暑今ね、茅野屋で次銀座方面に移動してます。なんか割と最近はあの銀座も空いてるっていう噂だったんですが、なんか3連休ということもあってか、なんか結構人が出てる印象ですね。で、次にね、お茶かな、お茶をちょっとゲットするんで、銀座で結構いいとこのお茶屋さんがあるということなんで、ちょっと行ってみます。はい、ということでこんな感じで大量にお土産をゲットしました。日曜日はなんか歩行者天国なんで、だいぶゆっくり歩けますね。道のど真ん中をこんな感じで歩いてますね。これでね、メルマガのプレゼントを皆さんもゲットできたんで、抽選で皆さんにこの後ね、アメリカ戻ったらお送りしたいなと思っております。送られてくるの皆さん楽しみに待ってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。